この前のパーティーはとっても楽しかったから、みんなあなたたちと仲良くなりたいなって思っているの。だから気軽に話しかけてくれると嬉しいな。よかったじゃない。 GGO は独自のシステムが多いから、いろいろ教えてもらいなよ。仲間は街にもいるから、見かけたら話しかけてみるといい。面白いネタが聞けるかもしれないぜ。俺は SBC グロッケンを案内するよ。ここは迷路みたいに複雑な場所もあるからな。裏道から変なショップまで全部教えるぜ。あ、ごめんね、私がもう案内しちゃった。変なショップはし…え、そうなのか。参ったな、俺はあんまりクラフト系のスキルは持ってないし。あ、カジノにでも遊びに行くか。この間あるゲームで大儲けしてさ。キリトくん、変な遊びを教えちゃいけません。あ、わかったよ。それなら場所の案内だけしたけど。じゃあ総督府の端末ターミナルの使い方はまだだよな。早めに、よし決まりだ、俺についてきてくれ。この総督府ではクエストの受注ができるクエストオーダーターミナルや、フィールドに移動できる転送ゲートが設置されている。今まで受付はターミナル相手で弾けなかったんだけど、大型アップデート以降はアバシスが配置されるようになったんだ。会話できるアバシスが入ったおかげで仕様の確認はしやすくなったよ。じゃあまずはあそこにある受付では共闘クエストを受けることができるんだ。パーティーを組んで強敵と戦うクエストなんかがあるな。そんなに緊張するなって。俺でよければ一緒に行くから。よっ、あっちのターミナルではクエストの受注もできるし、武器や弾薬を購入することもできるな。俺は貢献使いだからあまり困ったことはないけど、弾切れには気をつけろよ。あのアファシスに話しかけると自分の賞金ランキングを教えてくれる。探索フィールドに出てバトルをすると成果に応じて賞金がもらえるんだ。賞金は SBC グロッケンに戻るときに生産されるからな。賞金ランキングを上げるといろいろと得点があるらしいな。モンスターを倒したり、積極的にって言っても普通に話しかければいいからな。クラインみたいに口説きにかかる必要はない。俺の仲間も同じことを言ってたよ。でもクラインのことだ、もしかしたら何か起こるかもしれないぜ。総督府の基本的な機能はこんなところかな。クエストはどんどんやっていって損はないよ。の、ちょうどシノンたちが来ているな。シノンたちにも声をかけてみてくれないか。いろいろ質問をしてくれれば喜ぶと思うよ。みんな君のために準備していたんだ。
お願いします。お姉さんの連絡先を教えてください。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。そこをなんとか。お茶でもいかがですか。いらっしゃいませ。ご用件をどうぞ。きー、釣れないぜ。だがそこがいい。お願いします。連絡先を教えてください。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。クラインは一体何をしているのでしょう。ねえ、ここは見なかったふりをして帰った方がいいかも。な、おめえさんたち来てたのか。なんだよ、見かけたら声かけろよ、水くせえな。話しかけるタイミングが難しかったのです。すごく。クラインは何をしているのですか。まあ、お子様のおめえたちにはわからないだろうな。なんていうかよ、大人なコミュニケーションってやつさ。NPC を口説くのが大人なの？そんなのできるわけないじゃない。バッカみたい。何言ってんだおめえ。1000回やったらイベント起きるかもしれねえじゃねえか。1000回。だろ、分かってるな。そんなおめえさんにはスペシャル情報を教えてやろう。俺が教えるのはアファシスについてだ。アファシスの正式名称はアファシステム。アファはアーティフィシャルファイナンシャルアドバイザーの頭文字から取ってるって話だ。直訳すると人工的な財務顧問ってやつだな。プレイヤーの財産やアイテム管理を補助する AI って設定らしいぜ。まあ全部受け売りだけど。受付のお姉さんに500回聞いたから完璧に覚えたぜ。もう500回も挑戦してたんだ。そんでアファシスにはタイプっていうのがあってよ。お前さんのアファシス実はかなりのレアなんだよな。ふふん、私はタイプ X ですから、とてもレアで利口なのです。まあ一般にはそういう噂だぜ。でタイプ A はレンタルが可能なタイプだ。アファシスが必須のクエストも出るって話だから、そのフォローだろうな。そんで最後がタイプ B だ。機能限定型で各施設の受付とかをやってる。この機能限定型だから当然連絡先なんか教えてくれないわね。いや、俺は信じてるぜ。1000回目の奇跡よ。ん？なんでこんなにやる気出してるんだって？いえ、アファシスってクールビューティーな美人が多くってよ。でもおめえさんのアファシスはどっちかっていうと面白系だよな。なんつうかアファシスっていうよりアホシス？失礼な。私だってクールビューティーですよ。ねえねえ、わかった？説明するよ。
説明しちゃいますね。こんにちは。わかった。説明するわ。他に人がいるんだし、落ち着いて。もう、見ているこっちが顔赤くなっちゃうよ。仲良しなのはいいことだよ。でも勘弁してくれよ、ユキ。キリト君はどうしたの？なあ、前に話しただろ。この人がアバシスを手に入れたプレイヤーさ。目の前でお宝をゲットした人ね。はじめまして、私はフィリア、トレジャーハンターをやっているわ。アファシスのタイプ X も狙っているんだけど、難易度高くって。ふふん、私はとってもレアですから。こんにちは、私はストレア。キリトの友達なら大歓迎。仲良くしようね。君とはこの前のアスナのパーティーで会ったよね。ねえ、君って変わった銃を持ってるね。ユウキちゃんったら、狩りに行ったばかりじゃない。あ、私の名前はレイ。ちょっとリアルの用事が忙しくて、ログイン率は低めなんだけど、キリト君やアスナちゃんから新しい友達ができたって話。うんうん、そうなの。だから困ったこととかあったら何でも聞いて。お姉さんが優しく教えて。あ、ユウキたちも君のパーティーに参加したがっているし、いろいろ得意なことを教えてくれると思う。きっとこれからの戦闘や探索に役に立つから、気軽に話しかけてみてくれ。